豊かな自然と町が日々を紡ぐ。かつて日本の行く末を左右する時代に蝦夷地を渡り歩いた冒険家松浦武四郎、彼が北海道命名に至るまでの劇的な旅路、その記録を200年越しに開く。それでは踊っていただきましょう。あなたの皆さんです。どうぞ。うなそこ沈む我が印、幕末の勇猛一目置く八代松浦武四郎、伊勢の国から北の国、旅の足跡蝦夷踏み締める。旅の足跡蝦夷踏み締める。風かき分けて日本海目指す知床、見渡す限りの